埼玉代表、高瀬玲奈です。神奈川代表、安川のどかです。静岡代表、松村ゆうきです。私たちのドレスはチョコレートのプラスチックゴミを再利用して作られたドレスです。このドレスはスカートがふわっとなっているところがチャームポイントです。私が着用しているこのドレスは胸元が花のような格好になっているのがとてもポイントです。私の着ているドレスはこの後ろに伸びた尻尾、とてもフィット感があり着心地がいいです。このドレスを着用させていただいて思った以上に素材が軽い、そして何よりも動きやすい点が私にはとてもよく感じました。この青がすごく特徴的で動きやすいのでもっともっと広まるといいと思いました。全国大会に向けて地方大会で培った能力を生かして精一杯頑張りますので応援よろしくお願いいたします。何事にも全力で私らしさを忘れずにグランプリを目指して一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いいたします。いつでも笑顔で一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いいたします。愛知代表、フェリス女学院大学、橋本由紀です。東京代表、東京ビジュアルアーツ、箱崎由香です。こちらのドレスは新聞紙でできています。こちらのレースやこちらも手織りでできています。とても可愛いです。すごく軽くて歩きやすいです。こちらのドレスは人工芝やいろいろな廃材でできています。後ろの方にもソーラーパネルでできたものがあります。結構重たいんですけど、なんか初めて人工芝を着て初めての感覚です。自分を信じグランプリを目指して頑張ります。応援よろしくお願いいたします。自分の個性を忘れずにグランプリを取りたいと思います。応援よろしくお願いいたします。大阪代表、大阪大学、木口穂乃里です。宮城代表、上智大学、及川かりんです。こちらは、ショップ袋でできたドレスとなっています。このドレスのポイントは
底の部分がリボンになっているところと、下の部分がひらひらと揺れるところです。私のものも同じくショット袋なんですけれども、こちらに三つ編みがショット袋で編まれたものがデザインされていて、すごく可愛いです。また前の長さと後ろの長さが違うのもこのドレスの特徴です。そうですね、でも軽くて普通のドレスと変わりない感じで、見た目も可愛いのですごく気分が上がります。すごく軽くて着やすいのはもちろん、初めてこういうショップ袋でできたドレスを着たんですけれども、このようなものが作られていることを初めて知ったので、もっとこれが広がっていくといいなと思います。自分に今できることを継続して精一杯頑張ります。世の中の人がまだ知らないことを発信できるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。茨城代表、東京外国語大学、長谷川里奈。こちらはレジ袋とペットボトルを使用したドレスになっています。着てみて少し重いんですけど、ボリュームがすごく可愛くてお気に入りのドレスになっています。日本代表になって若い世代に、社会問題を訴え活動に起こすきっかけを与える、存在になりたいです。